ただいま。どうした霊夢、びしょ濡れじゃないか。買い物に出かけたらゲリラ豪雨に遭ってしまったの。それは災難だったな。本当よ、天気予報では晴れだったのに。もっと頑張ってよ、天気予報。いや、天気予報も精一杯頑張ってるとは思うぜ。実は、現時点では、天気を100発100中で的中させるのは不可能なんだ。え、そうなの？だが、天気を 100% 正確に予想できるかもしれない、夢のような式がある。それが、ナビエ・ストークス方程式だ。ナビ、何？ナビエ・ストークス方程式、だぜ。そんなすごい式があるなんて、なんだか興味が湧いてきたわ。それじゃあ今日は、ナビエ・ストークス方程式について説明していこうか。土文系の私でもわかるようにお願いね。まず、ナビエ・ストークス方程式の概要について説明しよう。ナビエ・ストークス方程式とは、流体を扱う方程式のことだ。流体って？水などの液体や、空気などの気体のことをまとめた呼び方だ。空気や水などのように一定の形を持たず、力を加えると自由に変形して流れる物質のことを言うぜ。なるほど、イメージが湧いたわ。ナビエ・ストークス方程式は、この流体がどのような動きをするかを予測する方程式だ。これが発見されたのは、19世紀前半。アンリ・ナビエと、ジョージ・ガブリエル・ストークスこの二人の発見によって定式化されたんだぜ。あ、だから、二人の名前を取ってナビエ・ストークス方程式なのね。その通りだぜ。水や空気などの流体はとても身近なものなのに、その挙動は未だに謎に包まれているんだ。水も空気もなしでは生きていけないのに、どう動くかわからないってこと？そうだぜ。特に乱流、についての挙動は、物理学の最大の難問の一つなんだ。乱流、って何？乱流っていうのは、流れが乱れている状態のことだぜ。じゃあ霊夢、水道の蛇口をひねって、水が出ている状態をイメージしてくれ。なるほど、水道の蛇口ね、わかったわ。蛇口から流れる水の量が少ないときは、どんな風に水が出る？綺麗にまっすぐに、水が落ちてくる感じね。そうだよな。じゃあ次に、蛇口を大きくひねって出てくる水の量を増やすと、どうなる？そんなことしたら、水しぶきがひどくて飛び散るわ。そうだぜ。これがいわゆる、乱流、という状態だ。逆に、すんなりと流れている状態のことを、相流、というぞ。相流の動きについての予測は比較的簡単だが、乱流は難しいんだぜ。なるほど、完璧に掴んだわ。よかったぜ。ちなみに、タバコの煙が上がっていく様子を見たことはあるか？観察すると、最初はスーッとまっすぐ上昇していき、途中から渦を巻きながら乱れていく様子が確認できるぜ。最初のスーッとまっすぐ上昇するのが相流、で、ぐるぐるしているのが乱流、ってこと？その通りだ、完璧に掴んでるじゃないか。けど、これがナビエ。なんちゃら方程式にどう関係してくるのかは全くつかめないままだけどね。だから、ナビエ、ストークス方程式、な。ちなみに、このナビエ・ストークス方程式は、ミレニアム検証問題の一つなんだ。これは、100万ドルの懸賞金がかけられている、数学の重要な7つの難問のことだ。1問解決すれば、日本円にして、約1億5000万円もらえるんだぜ。それは夢があるわね。ただし、再現性がある一般解がある、かない？かをはっきり示せたらだけどな。それは、すごくすごく大変そうね。ではここからは、ナビエ・ストークス方程式の中身を説明していくぜ。お願いするわ。ナビエ・ストークス方程式を理解するために、まずは運動方程式、について説明していこう。霊夢、運動方程式は知ってるか？名前だけなら、なんとなく。それで大丈夫だぜ。運動方程式は、物体の運動を決定する方程式のことだ。ニュートン力学では、物体の質量を M、加速度を A、作用する力を F とすると、運動方程式は、M×A=F で表される。つまり、物体に作用する力 F は、物体の質量と加速度をかけたものと釣り合うんだぜ。ということは、どういうこと？物体の質量が重ければ重いほど動かすための力がたくさん必要、ということだ。また、物体の質量が重ければ重いほど速く動かすためには大きな力が必要になるぜ。なるほど、確かにその通りね。この運動方程式は、相対論、量子力学などでも、それぞれの条件を満たす運動方程式が導かれているんだ。数学的には、微分方程式の形をとっているぞ。微分方程式、とは？確かにこれはちょっと聞き馴染みのない単語かもしれないな。じゃあまずは、馴染みがある方程式で考えてみよう。方程式に x-6=0 はピンとくるか？これなら私でもわかるわ。答えは x=3 ね。その通りだぜ。これが、解が値になる方程式だ。一方、微分方程式では、解は数値でなく、関数なんだぜ。関数？関数というのは、いくつかの変数で書かれた式のことだぜ。簡単なもので言うと、y=2x みたいな式だな。これなら見たことあるわ。この時、x や y が変数で、x の数をただ一つに決めると、y も一つに決まるんだ。複数の文字が互いに関係し合っているのが関数の特徴だぜ。ちょっとだけ分かった気がするわ。ここまでの話をまとめると、微分方程式を解くということは等式を満たすような関数を見つけること、なんだぜ。なるほど、ということは、
運動方程式は微分方程式の形をとっているから、解が関数という式で出てくる、ということ?大正解だ、すごいぞ霊夢。なんとかついていけてる気がするわ。運動方程式が微分方程式であるおかげで運動、現象に関してのグラフを書くことができる。これを見れば物体がどんな挙動を示すのかを確認できるんだぜ。そんなメリットがあったのね。さて、ナビエ、ストークス方程式に話を戻すがナビエ、ストークス方程式で扱うのは、流体だ。水などの液体や、空気などの気体のことをまとめた呼び方が流体だったわよね。その通りだぜ。流体は無数の分子でできている。流体の動きを予測するためには、この分子一つ一つがどう動くのかを予測する必要があるわけだな。粒の一つ一つの動きを予測って、途方もないわね。理論上、分子一つ一つに運動方程式を適用すれば、流体全体がどう動くのかを予測できるかもしれないが、流体の中の分子の数は莫大すぎて、現実的ではないんだぜ。気が遠くなるわ。そこで、流体用の運動方程式として提唱されたのが、ナビエ、ストークス方程式なんだ。なるほど、なんだかすごく画期的な気がしてきたわ。興味を持ってくれて嬉しいぜ。では、ここからは、ナビエ、ストークス方程式の内容を簡単に解説しよう。これが、ナビエ、ストークス方程式だ。ひ?悲鳴が上がるとは思わなかったぜ。ごめんなさい、なんか呪文みたいなのが出てきて、ちょっとびっくりしたわ。確かに、ある種の迫力は感じるよな。まず、この式で用いられている文字の説明から入ろう。ローは流体の密度、V は流体の速度、P は圧力、ニューは粘性係数を表しているぞ。わぁ、また呪文みたいな文字が出てきた。この式には、大切な前提条件がある。ここで扱う流体の性質は非圧縮性を持ち透質である、という仮定だ。非圧縮で透質?非圧縮とは、どれだけ力を加えても密度が変化しない、ということだぜ。そして透質とは、どの場所でも粘度が変わらない物質のことを言うぞ。どれだけ押しても体積が変化しなくて、粘り気が一定な物質って。つまり、何?確かに、そうなるよな。例えば、水や空気がこれに近い性質を持っているんだぜ。あ、そうなのね。厳密に言えば、温度と圧力によって密度や粘度は多少変わってくるがな。水や空気は、力いっぱいギューってしても、体積が急に小さくなったり大きくなったりしないだろ?それは確かに。他にも、水や空気は場所によって極端に粘り気に違いはあるか?場所によって粘り気が違う水は、もはや水ではないわね。そういうことなんだぜ。これが、非圧縮で透質である、ということだ。つまり、ナビエ、ストークス方程式的に言うと、密度と粘性係数が一定であるということだぜ。なるほどね、ちょっとだけわかったわ。よかったぜ。では、方程式の中のそれぞれの項の説明をしよう。ナビエ、ストークス方程式の各項は、それぞれニュートンの運動方程式に対応している。大雑把に言うと、左辺が MA、右辺が F を表しているぞ。あ、思ったより運動方程式そのままなのね。その通りだぜ。ではここからは、流体の中の微小な直方体の動きを考えるぜ。微小というのは、すごくすごく小さい、という意味だと思ってくれ。流体の中のすごく小さな直方体の動きを見ていくのね。ああ、その通りだ。微小直方体の三辺の長さはこうだから。微小直方体の体積はこう。そして、流体の密度はローだから。流体の質量はこう表せるな。体積に密度をかけると質量。密度は、決まった体積あたりの重さのことだからそれに体積をかけたら、今の重さがわかるんだぜ。なるほどね。この部分が、運動方程式の M にあたる。次に、微小直方体の加速度 A を求めよう。ここで、登場する項を説明するぜ。まずはここ、時間微分項。そして次にここ、移流項だ。聞き馴染みがない言葉ね。この二つをまとめて、微小直方体の加速度を示す、と覚えておいてくれ。わかったわ。まず、微小直方体の加速度は運動方程式によって、このように示すことができる。つまり、速度を時間で微分しているんだぜ。速度を時間で微分すると、どうなるの?速度を時間で微分したものの正体が、加速度なんだ。ごく小さい時間変化の中で、どれだけ速度が変化したかを示しているのが、加速度だぜ。つまり、微小粒子の速度を時間で微分して加速度を出したのが、この式ということなのね。その通りだ。これを今回の条件に当てはめて考えて最終的な計算結果が、こちらだぜ。わぁ、なんだかお料理番組みたいな感じで出てきた。この式、見覚えないか?あ、ナビエ、ストークス方程式の左側の部分だわ。その通りなんだぜ。これが、ナビエ、ストークス方程式の加速度 A だ。これで左側の MA が完成したわね。では次は、運動方程式で言う F の部分だ。ここで登場する項は3つだ。これが、圧力項。次が、粘性項。そして最後のこれが外力項だ。3つもあるのね。諦めるな、霊夢。一つずつ、簡単に解説していこう。お願いするわ。まず最初は、圧力項だぜ。同じく、微小直方体で考えていく。この微小直方体は中心、長さをそれぞれこう表していた。そういえば、このデルタ、って何なの?すごくすごく小さい、ってことを表している記号だと思ってくれ。
つまり、デルタ X っていうのは X をすごくすごく小さくした長さ、ということだな。そっか、微小極方体って、すごく小さい極方体だったものね。では、この極方体にかかる圧力について考えていこう。まずは X 方向に働く圧力について考えると、このように表現できるぞ。この微小極方体を右側から押してくる圧力は、この極方体の右隣にある微小極方体が押してくる力だ。左右からぐっと押されるのかしら。そうだ、左からも右からも押されていると思ってくれ。つまり、この微小極方体が受ける力は、左右の要素から受ける右向きの力と左向きの力の合力になる。この合力を計算したものがこちらだぜ。また出た、お料理番組手法。これが、最終的にこう表現できるわけだ。これが、微小極方体をあらゆる方向から押す力を表現しているのね。よくついてきてるぜ、霊夢。次は、粘性項についてだ。この項について理解するために、式の前提条件である非圧縮性について掘り下げてみよう。ギューって押しても変形しないっていう、あれね。そうだぜ。非圧縮性であるという条件から、このような式が得られる。これは、速度上の発散がゼロ、ということを示しているんだが。速度場の発散。霊夢が日本語を認識できなくなってる。これを説明し始めると本題からずれてしまうから、非圧縮性を式で表現するとこうなる。と思ってもらったらいいぜ。わかったわ。流体は、接している面に対して垂直な圧力だけでなく、接している面に対して平行な力も働いている。これが、流体力学における摩擦、だぜ。流体の世界にも摩擦があるのね。粒子同士が起こす摩擦だな。流体力学ではこれを、粘性応力と呼ぶ。これは、垂直な方向にも働いているぜ。摩擦って言ってるのに、垂直にも働くなんて、なんだか変な感じね。これは、流体を構成している分子同士の摩擦、と考えてみてほしい。ドロドロとした物体をすくい上げると、液体がくっついてきて、一緒に持ち上がるだろ？そのくっつきが、垂直な方向の粘性応力なんだ。なるほど、溶かす水が少なすぎた粉末コーンスープ現象ね。その場合は味が濃すぎるからお湯を足した方がいいんだぜ。粘性応力は一般に、こう書くことができる。そして、微小極方体あたりにかかる粘性力は、この図より、このように表現できる。これも、そういうもんだと思って納得していいのかしら？ニュートンがこれで正しいと言ってるから、その認識で大丈夫だ。今まで出てきた3つの式を利用して、完成したものが、これだ。あ、式が綺麗になった。そうなんだぜ。こんな複雑な過程をたどっているのね。よし、今度はとうとう最後の項、外力項だ。これで最後ね。外力項とは、ナビエ、ストークス方程式では遠くから作用する、力のことを指すぞ。流体力学の場で使う外力項の具体例としては、重力なんかが挙げられるな。流体を構成しているすごく小さい分子にも、重力がかかるのね。例外はないんだぜ。なので、微小極方体にかかる外力はこう表現できるわけだ。これで F に該当するすべての項が算出できた。これらをすべて足し合わせたのが、これだ。ラストスパートね。最後に、微小極方体に関する運動方程式をまとめるとこうなるぞ。ここで、デルタ X デルタ Y デルタ Z を約分すれば、ナビエ、ストークス方程式の完成だ。やったー。よく頑張ったんだぜ、霊夢。さて、ここまで、ナビエ、ストークス方程式の中身を解説してきたが、この方程式、解となる関数を数学で導くのは難しすぎるんだ。だからこそ、100万ドルの懸賞金がかけられているんだぜ。どうして難しすぎるの？それは、ナビエ、ストークス方程式が2回非線形の偏微分方程式だからなんだぜ。また難しい言葉が出てきた。一つずつ説明していくぜ。まず、2回というのは何かというと、一度微分した後、もう一度微分することを言うぞ。あ、2回ってことなの？そうなんだぜ。ナビエ・ストークス方程式のこの部分が、2回微分なんだ。次に、非線形とは、y イコール x の2乗のように、x、y が比例しない関係のことを言う。比例って小学校で習った気がするけど、具体的にはどんな関係のことを言うの？比例とは、一方の数が2倍、3倍されると、もう一方の数も同じように2倍、3倍になっていくことだ。非線形は、比例しない関係だから、片方が2倍、3倍されても、もう片方は2倍、3倍されないんだぜ。なるほど、理解したわ。ナビエ・ストークス方程式には、この式が入っているせいで、非線形になっているんだ。イエイって感じね。確かに顔っぽいな。この非線形要素が含まれていることによって、計算上の取り扱いが桁違いに難しくなっているんだ。なんだか可愛い顔文字に見えるのに、厄介なのね。そうなんだ。この2回非線形という性質が、この方程式を解く難易度を爆上げしている原因なんだぜ。何が原因で世の中の数学者を悩ませているのかは理解できたわ。ここまでずっと、ナビエ、ストークス方程式を3次元空間で考えてきたんだが、実は、2次元の場合は一般解が存在することが証明されているんだ。え、そうなの？ 3 次元の空間で考えると計算が複雑になっていたんだが、2次元に限定すると式の構造がシンプルになるからだぜ。3次元でも存在を証明できる日は来るのかしら？それができたら、水や空気などの流体の動きが高精度で予測できるようになるぞ。それはすごいわね。
ちなみに、それができるようになったらどんな影響があるの？水や空気の動きが予測できると、天気予報の精度が格段に上がると言われているぜ。そっか、空気の動きが完璧に予測できるなら、天気も完璧に予測できるということなのね。誰か一刻も早く解いてくれないかしら。他にも、飛行機の設計の精度も上がると言われているぞ。そっか、飛行機は空気という機体の中を飛ぶものね。これだけじゃないぜ。さらに、血管内の血液の流れなどの研究にも応用できるのではないかと考えられている。確かに、血液も水が主成分だものね。その研究が進めば、脳梗塞などの命に関わる病気の対策にも応用されるかもしれないと言われているんだぜ。わぁ、すごく夢があるわ。そういう意味では、7つのミレニアム検証問題の中でもナビエ、ストークス方程式は最も身近な問題だろうな。さすがに土分系の私には1億5000万円は厳しいけど、今日はナビエ、ストークス方程式に触れて、少しだけ理系の世界を味わった気がするわ。かなり難しかったが、よくついてきてくれたと思うぜ。ありがとうマリサ。難しすぎて幽体離脱しそうだったわ。幽体だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。この動画が幽体の挙動よりわかりやすかった人は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。